こんにちは、カウンセラーの山本恵美です。今日はお客様に普通はとか言われるのが何より切れるという。普通？あんた普通になりたいの？幸せになりたいの？どっち？というような意地悪な質問をするぐらい、普通は、普通の日本人はこうじゃないですかみたいな、知んねえし、そんなの海外に住んで何十年だからさ、みたいな、お姉さんは知らないわけよっていう、その結局ね、その普通はっていうところにとらわれてる自分っていうものに問題があることに気づかない限りは、あなたの幸せと普通は違うからねっていう、なんか普通でいることを頑張ってきた自分が偉いみたいになっちゃって、私普通で頑張ってきてるんです、で普通で全然頑張ってなくてヘロヘロやってて、うまく人生やってる人に対しては、なんだろうあの人、ちょっと待ってみたいになるわけですよ。その人普通じゃないじゃんみたいな。でだから私は普通にやって偉いのみたいな感じで、まあ、それがまあ、あなたを苦しめる理由であり、何も必要なくないっていう話ですよね。でもその普通をギューって握りしめてるから、なんか普通はこうですよねとかで、いや自分がやりたいことやりゃいいじゃんみたいな、普通が分かんないみたいな。だいたいその普通っていうのもあなたの5メートル範囲の普通だから、100メートル範囲になったらまたあなたの普通は普通じゃないかもしれないみたいな。で私こんなに頑張ってやってるのにみたいな、普通になるために今までずっと努力してきたんですみたいな方が、まあ、大体その普通という当たり前というものにがんじがらめになっていて、なんかそういうことをやっちゃいけないというふうに自分の頭の中で作っているっていう感じですね。でそれの最たるものが、まあ、お金であったりとか、物であったりとか、キャリアであったりとか、子供であったりとか、結婚であったりとか、恋愛であったりとか、セックスであったりとかするわけで、その普通はっていうところをちょっとやっぱり常識疑った方がいいよねっていう感じ。それが気分がいいんだ、気分がいいっていうのは自分がそれをクリアできて気分がいいならいいけど、クリアできなくて気分が悪いならいらなくないっていう感じなわけですよね。だからその普通はっていうのはちょっとやめといた方がいいのかなと。やめといたっていうか、自分がそれを使っている、もし使っているとしたら、そこには何か欺瞞がないかっていうのをチェックするみたいな、のが必要ですね。もう一つあったのが口癖で、一応できますみたいな、その一応必要なのみたいな、なんかほら、数秘とかできるんだ、数秘ね、だから占い、タロット占いできるんだ、一応できるんですけどみたいな人いるじゃないですか。あれもなんか、何のその一応は何なのかなみたいな、なんか結果とかに対して一応みたいな、一応いらなくないみたいな。だからそれもやっぱり、そこもなんか多分ね、常識的に考えて、普通、彼女とか彼の普通っていうのができるっていうのは、タロット占いができるっていうのは、行列が出るタロット占い師になってるからタロット占いができるとかなってるのかもしれないです。でもそれって一応じゃないですか、やっぱり。だからそういうのになってないから一応になっちゃうみたいなのとかで、なんか何でも一応っていう方もいたので、それもちょっと気になりますね。なんかね、なんで一応必要みたいな、なんかこう自分のやってきたことに対して全部、あんた一応できるよねみたいな、あんた一応料理できるよね、あんた一応なんかっていう、すごい失礼な話で、自分自身に対して、そりゃ自己肯定感下がるよねみたいな話ですよね。だから一応は、まあ、何甲子園行ったんだって、一応みたいな言う人いるじゃん、あそうなんですって言われるの、なんで一応なんだろうなと思いますね。ああいうのってあれだよね、自分がそういうの使わない人に対してイラついたりするんだよね、きっとね。なんなのあの自信の持ち方はみたいな。結局自分がそうやって引かしていることに、下にいることに対してのいれば、まあ人にいじめられないとか、生意気なやつだと思われないとか、誰からか愛されるって思っているの
いらっしゃるのかもしれないですよね。いらっしゃるんだと思うんですよね、うん、まあ一応もいらない、普通もいらないけど一応もいらないかなと思ってます。あとなんだろう、うん、うん、あとよくある口癖で、マリオルさんはとか、うちの旦那はみたいな、トライの人がとか、なんか他人のことを言う人、あの自分のカウンセリングなんだけど、うちの旦那はこういう風に言うんですよねとか、なんか買い物してた時に隣のおばちゃんがこういう目で見てくるんですよねとかって、なんかへえ、あなたの問題じゃなくなみたいな。でやっぱりそこの問題であるっていう、その問題点がその見てくる人とか、あなたの旦那さんとか姑さんとか、あとなんだろう、周りの人とか世間の目とかじゃなくて、てか世間の目って一体何よっていう話じゃん。なんか世間の目がもう私にとってはよくわかんない、その世間いらなくないみたいな。でさ、誰っていうと大体仕事場の何々さんとかさ、会社の何々さんとかもあるかもしれないけど、親とかさ、世間の目大体親の目だし、世間の目大体旦那さんだしみたいな、なんか世間の目が小さすぎねみたいな。でそれノーベル賞取った人も世間の目に入ってんのみたいなさ、そういう感じで、なんか世間のなんか世間体っていうものに対しても、なんかかなり小さい世間体を持っていらっしゃるんだなというか、なんか自分の目、自分の批判の目は世間体になってる方が多くて、それ必要みたいな、え何それみたいになるわけですよ。世間の目はそのないからなんですよね。どっからどこまで世間、あなたの町、あなたの市みたいな、なんかすごいやっぱりそういう意味では、あの視野が狭いというか、5メートル範囲で暮らしていらっしゃるんだなっていうのを感じます。っていうかさ、世間って言っても私イタリアと日本とのその常識って違うから、うん、やっぱりその世間ってイタリアではっていう言い方もできるし、イタリア人はっていう言い方もできるし、でもイタリア人でもいろいろいるから、なんか自分がそこは作っていくんだなと思います。私はこういうお友達とこういう人たちとこういう風に人生を送っていきたいみたいな、そこでしかないんですよ。世の中はとかって関係ないから。別に私コロナウイルスでも全然旅行してたし、コロナ自粛とかない、なかったよ。毎年どっか行ってた、うん、まあね、年2回ぐらい。だからなんかそういうのもあんまり分かってないんだなって思いますよね。そういうなんていうのかな、世間はじゃなくて自分の疲弊、自分が自分で否定している声が世間の声だったりとか目だったりするんで、まあ実際は他人はそんなに興味ないんだよねという話ですね、はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。またね。